先月から本格的に稼働した資生堂の大阪茨城工場。敷地面積は甲子園球場2つ分。中に入ってみると、うわー、真っ白、めっちゃ綺麗。総投資額は635億円。高級感漂うおしゃれな空間が広がります。実はここただの工場じゃないんです。ここはどういう施設なんですか？はい、こちらは資生堂大阪茨城工場の一般のお客様に向けた見学施設でございます。ブランド価値や品質へのこだわりを発信するための見学施設が設けられていて、予約すれば誰でも無料で工場見学やさまざまな体験ができるんです。美容マニアな私、ワクワクが止まりません。おお、やっぱり大きいですね。なんか宇宙船見てるみたいな気分になってきます。まずは化粧水が作られているエリアへ。ここでは釜の中に水や油など原料を入れて混ぜ合わせていきます。工場で一番大きな釜の中には、あの中にはじゃあもうお値段にしたらおいくら分が入ってるのかって考えるぐらいの高級化粧水ですよ。そんないいやつは使ったことないです。一度は使ってみたい、クレドボーポーテの化粧水。1本1万円以上するものが3万本分も入っているんですって。夢のようですね。浴びたいね、あの釜の中に入ってきたら。入ってきたよ、ほんまに入りたいわ。リホリポ。この工場では資生堂がおすすめするお肌のお手入れ方法を学ぶことができちゃうんです。スキンケアにかける時間ってどれぐらいですか？もう朝はちゃちゃっと1分もかかってないと思います。1分もかかってないですね、はい、でも夜は10分くらいかけてケアしてますよ。15歳から69歳の女性を対象とした調査によると、スキンケアにかける時間は平均1日 8.5 分。1年に換算すると丸2日以上。それだけの時間をかけているのだから、より良い方法で最大限の効果を引き出したい。私が気になったのは、レッツトライ。ガシガシやっちゃうんだよな。化粧水を肌になじませる方法をレッスンするコーナー。ポイントは下から上に引き上げるようにすることと、脈拍に近いテンポでゆっくりとなじませること。このテンポによってリラクゼーションが得られますよ。スキンケアですけど、何でしょうね、心のリラックスとかにもちゃんとつながってくるんだっていうことを教えてくれました。さらに正しいコットンの使い方も学ぶことができます。普段はコットンを使わないです。私は手でなじませていたんですが、本当やって、塩と全然違う水分量、嘘。なんと1ヶ月間コットンを使い続けると、お肌の水分量がおよそ 1.5 倍になったというデータもあるそうです。恐ろしい。やって、こっちやわ。めちゃくちゃバシャバシャつけてるつもりだけど、多分こうなってるんでしょうね。コットン買いに行くわ、本当に、びっくりした。毎日することだから、やっぱり正しいお手入れ方法は知っておきたいですよね。マスク時代でも欠かせないスキンケア化粧品、実は資生堂の去年の売り上げのうち6割以上を占めているんだそうです。リホリポ。もちろん美容液をお試しできるコーナーも。私は3種類の中からアルティミューンをお試ししてみました。なんか落ちてきました。馴染むの早いわ、浸透が早いです。
い香り、めちゃくちゃいい香りします。あ、もうしっとりしてる。すごい、やっぱり違いますね。違いますか。あのアルティミューンは肌の免疫に着目した美容液になってますので、本当に肌が強くなっていく。ね、百貨店行ってもなかなか試せない中でこうやって試させていただける、しかもその製造工程を見た後にこんなことを試させていただけるなんて、ちょっとこう見方変わりますよね。体験型の工場見学、ショッピングのオンライン化が急速に進む中、工場を開かれた場所にすることがより多くのファン獲得につながると考えたそうです。旅をするようにさまざまな体験をしていただいて、その中で自分の中の気づきですとか、資生堂に対する思いっていうのを感じていただきたい。コロナが落ち着けば今後はいろんなイベントも企画したいと思ってますので、たくさんの方に足を運んでいただければと思っております。